付けよう。俺がバシッと仕切ったあの結婚パーティー。ああ、おっちゃんのせいで人が死んだあれか。おっちゃんが張り切ってパーティーなんか開いたおかげで人が死んだ事件。人聞き悪い。おっちゃんが新郎新婦に無理やりキスなんかさせようとしたから人が死んだ事件だろ。バカを言え。なあ、俺はな、お前の大切なこの小僧のファーストキッスを守ってやったんだよ。いや、キス？違う。どういうこと？待って、話せばわかる。ていうか、それはおめえのせいでもあんだよ。そう、どうする？どうするっつったって、俺今日結婚するんだぜ。下ろさないから、意地でも。そんなこと言われてもさ。もっとちゃんとした答え期待してるから、今日中に。わあ、綺麗。結婚おめでとう。ありがとう。ナナ、ケンちゃんと何かあった？やめてよ。親友の結婚相手と何かあるわけないじゃない。私とあなたは友達、元木さんとも友達、それだけ。そっか、変なことを聞いてごめん。うん、じゃあまた後でね。またね。あ、でもカノン、私からはないけど、あっちから何かあったらそれは私の責任じゃないからね。え？そんなことになったら二人を殺しちゃうかも。あー、怖っ。罰ゲーム？なんだそりゃ。昼休みに神経衰弱やったじゃん。負けたら罰ゲームって言ったよね。工藤君、負けたよね。負けた。おめえらがズル勝ちしたんじゃねえかよ。ズルじゃない、作戦。ねえ、しょうがねえな。で、新一は今日一日誰からの頼み事も断ってはいけない。罰ゲームなんだからちゃんと実行しなさいよ。はい、これ。はいはい、わかったよ。じゃあこれからファミレスで私にごちそう。はい。あ、おっちゃん、え、頼み事？なんだこの派手に着飾ったお姉さんたちは。お嬢さん方、今をときめく高校生探偵工藤新一君を呼んだのは誰あろう。超名探偵毛利心であることをお忘れなく。じゃあ潜入捜査じゃねえのかよ。結婚式だ。はぁ、皆さんはな、このディアベルキッスの常連さんたちで、ここのマスターとこの常連仲間のカノンちゃんが結婚するというので、この俺が幹事となってパーティーを開くことにしたんだよ。で、早速だが、これ頼む。え、また頼み事かよ。くぅ、ナナのやつどうしろって言うんだよ。お腹すいた。ケンちゃんなんかない？これからパーティーだよ。その前に食うの？だってこんな格好でみんなの前でガツガツ食べられないでしょ。花嫁って終わるまで飢えるのよ。あ、これでいい。それ昨日の残り物だよ。大丈夫。おい、隠し味なんだからそんな入れたらまずくなるぞ。わかってる。ケンちゃんの締めカレー、おいしい。あれ、はい、お世話になってます。ええ、はい。あ、すいません。本当に工藤くんだ。あ、すごい。あ、ここにサインお願いしてもいいですか？ああ、ご苦労様。あ、
そうだ工藤君、ちょっといいかしら。うわー、おいすか、ただの使いっ走りじゃねえか。ダメだって、うん、今ダメ。うわー、くそ、それもダメなの。じゃあやっぱり私産む。元木君には迷惑かけないから。なんかこっちもえらく重そうだ。迂回しようっと。ケンちゃん、なんかあった？え？ああ、なんでもないよ。仕事のこと。ケンちゃん、実はごめんなさいがあるの。え？私、最近ケンちゃんとナナのことを疑ってた。二人で会ってたでしょ。ああ、ほら、あれだよ。ナナちゃんの営業だよ。健康食品買ってほしいっつってさ。だよね。そうに決まってるよね。それなのに私、どうかしてた。ごめんね。いや。ごめん。いいよ。もしかして今あのキッスのモナカ、いやいや最中だったのでは。いや邪魔をするつもりはなかったんだが、不遂なことをしてしまった。あー、カレー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 、どうしよう。お待たせいたしました、新郎新婦の入場です。キュッ。ちゃん、どうしたんだよ、このシミ。カレーつけちゃったんだよ。小学生か。すいません。さあ、皆様、どうぞ、盛大な拍手を、盛大な拍手をお願いします。昔徳川家康が人生とは重きに押し置いて。おっちゃん、長い挨拶は嫌われるぞ。それでは僭越ではございますが、私毛利小五郎は祝電の代読をさせていただきます。結婚おめでとう、末永くお幸せに、美智子より。月並みですね、これね。月並みです。はい、次。ん？差し出しなし。ぼー、ぼー、これ、バカウケ。浮気したら殺す。ぼー。違うか。え？何それ？マジで超ウケるんですけど。それでは、あの、電報はこれくらいにして。浮気の心配など全くないお二人に誓いのキッスをどうぞ。え、ちょっと聞いてないっすよ。恥ずかしいですよ。結婚式にはキッスがつきもんだろ。キッス、キッス、寝る前ないしやっちゃいなさいよ。マジか、やっちゃいなよ。キッス、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 キッス。新郎の全部手作りでございます。カクテルも本人自らシェーカーを振って作ります。この電報がただの悪ふざけだってになるぜ。ねえねえ新一くん、ほっぺた触らせて。え？あ、私のほっぺた触る。
ほっぺたじゃなくて他のところにする？ねえねえ触って。あ、このお姉さん大丈夫ですか？あ、おっぱい見てる。何何何これ、なんでブス。お前にはその調査はまだ早い。どれどれ、俺がちょ。小五ちゃん、そんなことしてナナに言っちゃうぞ。酔っ払ってるお嬢さんを放っておくわけにはいかんだろう。よいよ、冷ますんだ。さ、さ、大丈夫か、大丈夫か、優子ちゃん。ほら、大丈夫。小五郎、優子乗り換えたのか。ナナちゃん、世界で君は一番美しい。じゃあ今度うちのワニジュース買って。ワニジュースでモリモリか。新郎、随分とモテるんですね。そりゃそうよ、だってかっこいいじゃない。私だってデートまでこぎつけて。やっぱりあの電報はただのふざけか。私が押し倒しておけばよかった。彩香、あんたそんなの聞いてないわよ。そうだっけ。あれ、誰を褒めるなんて珍しい。なんかあった？なんでもないです。そう、ねえ。それよりほら、新婦もじゃんじゃん飲んで、うんうんね、うんうん、新郎、新婦にカクテル作って。ああ、うん、うん、作った。もうダメ、しんいちくん、よそ見しないで彩香を見て。彩香ダメ、もうしんいちくんはナナのなの。しんいちくんダメ、ナナちゃんはトロちゃんのなの。ねえしんいちくん、これちょうだい。え、ナナ、ジュースがいいなら新しいの持ってくるよ。いや、しんいちくんのがホチーノ。出た、ナナのホチーノねん。ホチーノねん。あのね、ナナって昔から人のものをやたらと欲しがるの。食べ物も飲み物もおもちゃも男もみんな欲しいのね。やだ、男はないわよ。でも他人の芝生は青く見えるものでしょ。だからつい悪い癖なの。ナナ、俺の芝生はもっと青いぜ。シェケラベビーナウ。お待たせ。スペシャルカクテル、カノンです。僕のオリジナル。ありがとう。じゃあ私にも何か作って。え、ナナっていうカクテル。あ、はい。じゃあ私、あやかりん。俺は名探偵がいい。わかりました。じゃあ今作ってきます。じゃあナナちょっと化粧室に行ってきます。はい、あやかりん。ありがとう。名探偵です。おお、俺の持つ透明感が見事に表現されている。うん。ふん、元木君って私のことそんな風に思ってたんだ。え？テキーラにジンには赤ワイン。私は廃物か。もっとなんか他のが飲みたい。これ飲んでいいよ。私ちょっと酔っ払っちゃったみたい。トイレ行ってくるね。カノンは甘そうだな。こっちがいい。ナナひどい。うん、メロンリキュールにウォッカか。カクテルに毒を入れたんだろう。え、俺の探偵生命をかけて断言する。お前が犯人だ。なんでだよ、なんで僕。ナナちゃん、悪あがきはよせ。イケメンやろうっていうのは往生際が悪くていけねえ。だからやってない。確かに元木さんはカクテルに毒を仕込むチャンスがあった。ナナさんとは複雑な事情があったようだし、状況的には一番犯人に近い。そうです。え、
飲み物から毒物は検出されなかった？死因はアレルギー反応によるショック死。アレルゲンはそば。了解です。そばアレルギーが死亡原因。そう、奈々さんは知らない間にそばを口にしてしまったんでしょう。でもどの料理にもそばは入ってなかった。当たり前じゃないですか。僕は奈々のアレルギーを知っていたし、だいたいここイタリア料理屋ですよ。そばなんて置いてあるわけないじゃないですか。他にアレルギーを知っていたのは全員知ってたと思います。いや、やっぱりどう考えてもお前が犯人だ。白状しろこのイケメン野郎。やってないって言ってるぞ。そうだ、君名探偵だよね。頼む、お願いだ、俺の無実証明してくれよ。頼む。やべ、頼み事。新一君、あのさ、うざいんだけど、さっきからため息ばっかり。あ、ごめん。罰ゲームなんかにしないで、素直にご飯おごってっておねだりすれば。それは照れくさい。勝手にしてくれ。そばなんかあるわけないじゃないですか、バカバカしい。ですからこの店にそばがないことを証明しないと、あなたの無実を立証できないんですよ。何のやつ余計なことを。どうしたの、大丈夫だ、高木くん。なんかこれ、故障が。ちょっと、いいですか。おいおい、大丈夫か。これは、山椒ですね。山椒を何の料理に。え、それは。おい、どうした、答えられないのか。うちで出してる締めカレーの隠し味で使ってるんですよ。カレー、すいません、すいません。そばだ。やっぱりお前が犯人じゃねえか。分かった、お前奈々ちゃんとも浮気をしてたんだろ。それで何かしらの細工をして奈々ちゃんにそばを飲ましたんだろ。そんなバカな、なんでこんなとこにそばがあるんだよ。本木さん、署までご同行願いますか。俺は本当に誰も殺してないんだよ。ケンちゃん、本当に浮気はしてないの。あの人がそばを混入させたとして、問題はどうやってそれが奈々さんの口に運ばれたかってことだ。あれ、警察。わかった、寝てていいゲームでしょ。おいおい姉さん、酔っ払ってる上に寝ぼけてると。じゃあ、王様のゲームに変更します。王様はあった新一くん、王様の私チュお願い、チュして。やべ、お願いされちった。やっぱ無理。ダメだよ、優子ちゃん。いくら俺の底なしダンディフェロモンに食らってきたからって、俺の心には奈々ちゃんがいるんだ。そうか、そういうことか。いやいや、あの優子ちゃんと俺は何の関係もないんだろ。いや、まだ不十分だ。まだ証明すべきことがある。証明？俺には見えてきたよ、この事件のたった一つの真実ってやつがね。え？新一君、俺の無実証明してくれるんだね。奈々さんを殺したのは、うん、奈々さんを殺したのは、奈々さんを殺したのは、うん、やはり元木さんです。
あ、パクったこいつ。ですが、一人で殺したわけじゃない。正確に言うなら、元木さんは知らないうちに殺人行為をしてしまっただけで、殺意はなかった。工藤君、新たな証拠を見つけたの？これです。このシミを鑑識で調べてもらえば、多分そば、そばの成分が出てくるはずです。でもそれは奈々ちゃんと関係ないんじゃ。関係ありますよ。あなたはカノンさんと誓いのキスをした。意味がわからん。どうしてこの男がカノンさんとキスをしたことが殺しにつながるんだ。元木さん、あなた隠していることがありますよね。まあその隠し事は僕には心情的には理解できないんですけどね。では一つ一つ真実を証明していきましょう。まず奈々さんが飲んだ彩香さんのカクテルにはそばは入っていなかった。となると奈々さんがそばを摂取できたのは彩香さんのカクテルを飲む前、つまりトイレに行くと言って廊下に出た頃と推理できます。それはちょうど元木さんがカクテルを作ると言って席を外した時と符合します。奈々さんが元木さんを追って外に出て行ったのを僕は覚えています。つまりちょっと化粧室に行ってきます。奈々さんにそばを食べさせるチャンスがあったのは結局元木さんだけということになります。ちょっと待ってくれよ。無理やりそんなことしたら奈々ちゃんが騒ぎ出すに決まってるじゃないか。無理やりじゃありませんよ。二人はきっと合意でそれをした。ねえ、神父のカノンさん。カノンさんは二人が何をしたかもう完全に気づいてるんじゃないんですか。あなたは厨房で山椒の入った調味料入れの中身をそば粉と入れ替えた。そしてカレーに山椒を足すふりをしてそば粉を混ぜ、それを食べた。どうして俺のことはめようとしたのか。どうして？それはこっちのセリフよ。信じてたのに、信じたのに、どうしてナナとキスなんかするの。ナナちゃんとキス、ますますわけがわからん。キスで人が死ぬわけないだろう。キスで人が死ぬわけないだろう。いや、殺意があれば人はキスでも死にますよ。カノンさんはそば粉入りのカレーを食べた直後に元木さんとキスをした。その時にそばの成分が元木さんの唇に、そして元木さんから奈々さんに。でも誓いのキスは。結婚式にキスはつきもんだろう。想定内だったんでしょう。ちょっと待てよ。カノンがそんなことするわけないじゃないか。私が入れたの。あなたがナナと浮気なんかしなければ何も起こらなかった。私のカレーがただちょっとだけまずくなるだけのはずだった。わざわざ電報まで言って二人に警告したのに。ナナ、まさか死ぬなんて。でも仕方ないよね。罰が当たったんだわ。ケンちゃんとキスなんかするから。ナナちゃん、本当に妊娠してるの？あれは嘘。え？キスしてくれたらそう言ってあげる。俺がナナちゃんを殺したのか。殺されたって仕方ないじゃない。そういう女なの。人のものを欲しがる下品な女、それがナナなの。美人で何でも自分の思う通りに手に入って何でも自分が一番、そんな女死ねばいいのよ。
署までご同行いただけますか。本木さん、あなたもです。ナナちゃんはカノンちゃんのことが羨ましくて仕方がなかったんだと思うぜ。自分には養子目当ての軽い男ばっかりが寄ってきて、本当に愛してくれる男はいなかった。だけどカノンちゃんには将来を一緒に考えてくれるきちんとした男がいる。そんなの、ナナが私を羨ましいだなんて。君が彼女にコンプレックスを持っていたように、彼女も君にコンプレックスを持っていたんだと思うぜ。きっとだからいつだって君のものが欲しかった。お互いもっと素直にそのことが言い合えたら本当の友達になれたんだろうけどな。カノンさん、俺やっぱ分かんねえわ。友達の結婚相手取ろうとしたり、友達のこと殺したくなったり。まあ子供のおめえにはまだ分かんねえだろうが、大人の世界っつうのは複雑なもんなんだよ。でもまあ、おめえも今日のキスをきっかけにだな。いや、キスはしてねえよ。ちょっと、キスって何よ。ああ、違うんだ。俺はただ操作をしていただけで。そうだよ、キスなんてダメなんだろ。ワンダーブよ。ああ、そういうことだったのか。じゃあ新一のファーストキスはまだ。そっかそっか。あ、よし、これでパネルに出る文字が分かった。あれしかねえな。よし、行くぞ。あ、ドレス。そんなまた新しいの作ればいいだろう。まだ嫁にはやらんぞ。はあ、ほら早く行くぞ。去年最初にサンマを食べた日は。そんなの覚えてるわけないじゃない。どうしてそんなこと覚えてるの。最後に紅茶を飲んだ日は、紅茶は、紅茶、紅茶。おい、まずいぞ。何か爆発しそうな雰囲気だぞ。ジェイジ、早く思い出して。待ってるよ。紅茶、紅茶、紅茶。殺してしまった悪魔のような女なの。死んでる。何も思い出せない。人殺しをしておいて記憶を忘れちゃうなんて都合良すぎじゃない。見えたんだよ、たった一つの真実ってやつかな。